ゴールドウォーター・ニコルズ法。ゴールドウォーター・ニコルズ法。ゴールドウォーター・ニコルズ法。正式名称。ゴールドウォーター・ニコルズ国防総省再編法。ゴールドウォーター・ニコルズ国防総省へ、う法。英語。ゴールドウォーター・ニコルズ・デパートメント・オブ・ディフェンス・リー・ロガナゼーション。アクトーブ1986は、アメリカ軍の指揮系統を再編する法律。この法によって、 国防総省にもたらされた改革は国家安全保障法1947年によって同省が設立されて以来の大幅なものであった。法の名は提案者のバリーゴールドウォーター上院議員とビルニコルズ下院議員に基づく。法案は下院を賛成383票対反対27票、上院を賛成95票対反対0票で可決され、 ドナルド・レーガン大統領は1986年10月1日に署名した。この法による改革でアメリカ軍の指揮系統は大統領から国防長官を経て各統合軍司令官へ至るようになり、統合参謀本部は政権の助言者の地位に留められることになった。ゴールド・ウォーター・ニコルズ法はアメリカ軍における軍師官の対抗関係。 から生じる問題を解決するくわが手であった。この問題は、ベトナム戦争中から現れ、イラン大使館人質救出作戦、イーグルクロー作戦、1980年の致命的な失敗をもたらし、1983年のクレナダ侵攻においても問題が生じていた。こうした問題は、第二次大戦中においても存在していた。第二次大戦中のアメリカ軍には、 大統領から海軍省を経て海軍へ、陸軍省を経て陸軍へと至る複数の独立した指揮系統が並立していた。1947年の国家安全保障法により、各軍は新設の空軍と共に文民の長官をいただく単一の省、国防総省のもとに統合された。しかしながら、アメリカ軍の指揮系統は依然として、 それぞれの軍種のトップに対し個別に責任を負うものであった。すなわち、陸軍は陸軍参謀総長に、海軍は海軍作戦部長に、空軍は空軍参謀総長にそれぞれに責任を負っていたのである。これら参謀長たちは順繰りに統合参謀本部議長に就任し、文民政権との連絡役を務めた。統合参謀本部議長は、 軍の文民トップである国防長官に責任を負った。そして両者はアメリカ軍の最高司令官の地位の保持者である大統領に対して責任を負った。このシステムは軍主間の非生産的な対抗関係をもたらした。平時の活動、調達やドクトリンの編纂はそれぞれの軍主ごとに独立に行われていた。そして全く深刻なことに戦時の活動も 各軍種ごとに別々に計画、実行、事後評価されていたのである。こうした観光は不効率であり、現代戦のドクトリンの発展を妨げた。1970年代後半から1980年代、はじめにかけてのエアランドバトル、空地一体戦闘ドクトリンは、異なる軍種の部隊間の共同行動を図る上で、困難があることを明らかにした。 エアランドバトルによって目指されたのは、異軍種の部隊のすべての能力を一つに統合するというドクトリンである。このシステムが構想したのは、陸、海、空さらに宇宙における諸活動が強調して、敵を攻撃し新人な打撃を与えることであった。しかし、当時のアメリカ軍の構造はこの理念の実現を全く阻害するものであった。1983年のアージェント・フュリー作戦。 クレナダ侵攻においては、さらに、指揮系統に問題があることも、明らかになった。アメリカ軍は、容易に勝利を収めたものの、アメリカ軍の首脳部は次の問題に、重大な懸念を示した、すなわち、異なる軍種に属する、部隊間の共同行動や、部隊間の通信の不全、そしてさらに強力な敵と対峙した際にそうした、協調の欠如がもたらす結果である。この法の下で、 アメリカ軍は各軍の参謀長にかかわらず統合参謀本部議長のもとに集約された。また議長は大統領、国防長官、国家安全保障会議に対する軍事問題に関する主要な助言者、ザ・プリンシパルミリタリー・アドバイザーと位置づけられた。従来は大統領、国防長官、NSC に助言する際に議長は 統合参謀本部内で意見を一致させる必要が、あのに対し、この法により、主要な助言者である議長は、統合参謀本部内で意見を一致させる必要は、なく、自分自身の考えで助言することができるようになり、統合参謀本部内における議長の権限は、強化された。ただし同時に、統合参謀本部メンバーである、各軍参謀総長にも自身の考えを、大統領、 国防長官、NSC に助言する権限が与えられた。議長の独裁を防ぐためである。この法はまた、統合参謀本部副議長を新設し、指揮系統の簡素化を行った。これらにより、全般的な戦略立案に関する議長の権能が高められた一方で、統合軍及び特定軍の司令官たちの作戦指揮の権能はより、大きなものが与えられるようになった。 議長は、各軍の参謀長内しあらゆる軍部隊に対して、作戦指揮を行うことはできない。メイノットエクササイズミリタリーコマンドオーバーザジョイント v ーフスオブスタッフ t c ニ i e f s of s t a ー f ス百五十二条シーコーことになったのである。この法はまた、軍主間の相互作用の仕方をも変えた。部隊は、それぞれの軍主のトップよりもむしろ、一定の機能に責任を、 追う、機能別統合軍、輸送、1987年隊、宇宙、-2002 年、特殊作戦、1987年隊、戦略、1992年隊、統合戦力、1999年隊内し、地球上の地理的な範囲に責任を、負う、地域別統合軍、太平洋、北方、2002年隊、大西洋、-1999 年、 欧州、中央、南方、アフリカ、2008年タイの司令官に対し責任を負うようになった。なお、これらと同格で一軍種からなる特定軍も同様の指揮系統とされている。こうして、東港軍内し特定軍の司令官は、利用可能なすべての手段を用いて、エアランドバトル、または、その後次物の,の実施が可能な軍を配置することに、責任を負うことになった。 この改革によって、共同行動、統合された、作戦立案、共同調達さらに、各軍種の司令官同士での対抗関係の現地地味、内視除去が得られた。さらに、軍事ドクトリンに基づく指揮と行動の統一性をも、もたらされた。それぞれの軍は、戦争において、戦闘を行う実態から、即応体制の維持に責任を、追う管理及び訓練のための組に変化した。 共同調達は、ステルス製技術や精密誘導兵器といった技術的進歩を各軍が素早く共有し、その他の様々な利得をもたらした。例えば異なる軍種の部隊間の通信の互換性が、そうだが、これはかつては見られなかったものである。また、新しい技術の実装により、ドクトリンの発達が促された。ゴールドウォーター・ニコルズ法の最初の試金石となったのは、 湾岸戦争、1991年であった。まさに計画された通りに、中央軍司令官、ノーマン・シュワルツコフ将軍は、個々の軍主との協議に煩わされることなく、指揮下の部隊に対する完全な指揮を行うことができたのである。2002年8月29日、ドナルド・ラムズフェルド国防長官は、特定軍及び統合軍の司令官を、総司令官、シンク、 コマンダーインチーフではなく戦闘司令官、コミューベイティング・ケマンダースと呼称することを命じた。ラムズフェルドによれば、総司令官という呼称は、アメリカが州国憲法に照らして不適切である。というのも、アメリカ軍の唯一の最高司令官、コマンダーインチーフであるのは、ただ一人大統領だけだからである。この変更は、文民政府への軍の従属を明確にすることを目指したのである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。